戦闘を。潰すぞ。私に従おうとせん、貴様らがいけないんだよ。全私はお山の大将なのか。憎しみが憎しみを生むこと、分かれ。
ほう、いい心がけだ。やられに来たとはな。これで我が戦力は万全だな。貴様らのような卑怯者はみんなの迷惑だ。落ちろ。貴様らのような卑怯者に負けるはずなどないのだ。こいつを倒しゃ言い寄る女も増えるんだ。
弱いな。やはり雑魚か。何ぼやぼやしてんのさ。潰すぞ。策はない。ただの間抜けだったな。僕は今戦うべき男としてここに来ました。このデータを解析すればさらに改良できそうだ。この強力なプレッシャー、 LP プルカ、この気持ち悪い感じ、誰なの？分かったか。地球圏は我々のものだと。責任を取ってやる。こんなにうまくいくとはな。私は名誉を汚すような卑怯な戦い方はしない。貴様らのような卑怯者に負けるはずなどないのだ。
頭と体を使えば勝てる。シャングリラではそうやって生きてきたんだ。早く戦争を終わらせてリーナを迎えに行かなきゃな。お前がいるとこっちがおかしくなる。死んでもらうぞ。ロイヤルガードの実力を見たか。ルツ、お前は騙されているんだ。お前は利用されているだけだ。この敵、柔道か。お前は長い眠りの間に他人の考えた指示に従うように作り変えられた人形だってなぜ気づかないんだ。私が人形？そうでなきゃ女の子に戦士なんてできないよ。バカな、私は私だ。リーナ、待ってろよ。山の手の学校に入れてやるからな。Thank you.
告します。グレミートとの本拠地サイド3を制圧しました。グレミーの反乱軍は滅亡です。緊急事態です。全世界に向けてシャア・アズナブルが放送を行っています。かつてクワトロ・バジーナと名を変えエウーゴの一員として戦ったシャア・アズナブル、激戦の最中行方不明となった彼はネオジオンの総帥として再び人々の前に姿を現した。シャアは父ジオンズム大君の理想を掲げることでネオジオンに対する民衆の支持を集め戦力を急速に増強したのである。その勢力拡大は混迷の続く地球圏に何をもたらすのか。戦局は大きな転換点を迎えようとしていた。シャアはサイドワンスイートウォーターを本拠地として周辺エリアの制圧作戦を開始しました。我が軍は各地で敗退を重ねています。シャア、姿を消したのはこれが狙いだったのか。